恵比寿美容クリニック理事長の堀江義明と申します。本日はよろしくお願いいたします。ペンネームワンタンさん、女性50代の方からのご質問です。ドクター相談室で質問です。私は2年ほど前に目の下にヒアルロン酸注入をしたのですが、未だにしこりといいますか腫れぼったいものを感じています。自然に馴染んでいくだろうと思っていたのですが、やはり違和感があり不安に思っています。こういう状態の場合どうしたらいいでしょうか。ご回答お願いいたします。目の下のヒアルロン酸なんですけれども、製剤によってはですね、少し粒子が粗いというか長持ちするようなタイプをですね、浅く入れてしまうことによって、目の下が腫れぼったい、しこりみたいに感じることっていうのが稀に起こりうることなんですね。なので2年経ってもまだそういう症状があるという場合にはですね、ぜひ一度ご覧いただいて症状を見させていただくことで、ヒアルロン酸を溶かす治療だったりとか、あと何か、別の解決策というものも提示できるかもしれないので、まずはですね、 LINE していただければと思います。ヒアルロン酸なんですけれども、一言で言いますとお顔の骨だったりとか、あと皮膚のボリュームが減ってきてしまった方に対してそれを補うという重点方式、重点の治療になってきます。なので対象としましては、皮膚のたるみだったりとか、あとは、お顔を動かさなくてできてしまうシワ、ほうれい線だったりとかですね、目の下のクマだったりとか、そういうのに悩まれる方に対してボリュームを補うというような目的で行われるのがヒアルロン酸注入になっております。目の下のクマのヒアルロン酸治療なんですけれども、目の下のクマの部分、くぼみによってできる方にはとても有効的な治療になってきます。逆にクマといってもですね、皮膚の組織が緩んでしまって脂肪が出てきてしまうことによるクマの方にヒアルロン酸を注入してしまいますと、そこがかえって膨れてしまったりですとか、かえってクマが悪化してしまうということがありますので、そういう方はデメリットになってしまいますので、それはお勧めできないようなものになっております。ヒアルロン酸というものはですね、ヒアルロン酸を溶かすような治療が別にございますので、何かすごい、しこりみたいなものになってしまっただとか、あとは少しイメージと違ったという場合にはですね、ヒアルロン酸を溶かす注射を注入することによって、そのヒアルロン酸を溶かして、でもう一度作り直すということも可能です。ヒアルロン酸なんですけれども、製剤によってはですね、半年から 2,3 年ですね持つ製剤もありまして、そのようなものがですね、皮膚の中に入っていることによって、稀になんですけれども、こう皮膜といってヒアルロン酸のジェルの周りに薄い膜なものを形成してしまうことによって、しこりといったもので、感じられる方っていうのもいらっしゃいます。ヒアルロン酸注入後の注意事項なんですけれども、当日はですね、入浴だったり運動だったりサウナだったりとか、すごい体温が上がるようなことっていう内出血のリスクが高くなってしまいますので、そういうものは避けていただいて、それ以降においてはですね、強くこうマッサージをしたりとか、あとコロコロするやつあるじゃないですかね、そういうものっていうのはあんまり激しくやらないように気をつけていただいた方がよろしいかというふうに思います。ヒアルロン酸注入後はですね、強い圧迫ですとかマッサージのようなものは避けていただいて、特に何もしないというものが正しいケアになってくると思います。ヒアルロン酸を注入したらリフトアップすると噂聞いたんですが、それは本当でしょうか。いい質問ですね。それは本当なんですね。皮膚の緩んでしまった靭帯ですとか、あとはボリュームがなくなってしまった皮下組織にヒアルロン酸を注入することによって、お顔を正しい位置に戻すことができるんですね。それを置いてヒアルロン酸のリフトアップというふうに、呼んで治療を行うことがあります。私のヒアルロン酸注入の方針なんですけれども、とにかく自然に仕上げるということですね。自然美というものを第一に考えて治療を行っております。つまりこうオーバーデコレートっていうふうに表現しますけれども、入れすぎちゃったりとかすると美しくないじゃないですか。なので、適度なところで、だけどきちっと効果を出す
でその出し方っていうのもこう針をいっぱい刺すと内出血のリスクだったりとか、あとで腫れが来ちゃったりとかってダウンタイムにつながるので、そういうものをなるべく避けた形で1点だったりせいぜい2点からお顔全体にヒアルロン酸入れることによって、若い時のお顔の正しい位置にこうリフトアップさせて戻すっていうようなことを意識して治療を行っております。ヒアルロン酸の価格なんですけれども、使用する製剤の持続期間ですとか、あと使用目的によって価格というものは変わってきます。量としては 1cc あたりで6万円から最大15万円ぐらいの幅っていうのはあるんですけれども、 1cc あたりそのような価格帯で設定をさせていただいております。当院のヒアルロン酸のおすすめメニューなんですけれども2つありまして、1つはクマ治療で、もう1つはリフトアップというものになってきます。クマ治療もリフトアップもですね、従来であれば手術をしないと改善しなかったような悩み症状においてもヒアルロン酸の注入で改善が見込めるというようなものを独自に研究して治療を提供させていただいております。やはりですね、お顔の施術になりますので、いろいろご不安ですとかお悩みあると思うので、まずは治療というよりかは無料カウンセリングの方ですね、お越しいただいて医師だったりとかベテランのカウンセラーだ看護師と一緒にですね、ご相談を乗らせていただきながら、じゃあいよいよっていう時には我ら責任を持って治療させていただきますので、まずは気軽にご覧いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ワンタンさん、お悩みにはお答えできたでしょうか？お悩みにお答えできたなら幸いです。ワンタンさんに限らず、お悩みの方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではお大事になさってください。